中国製の粘着が強いラバーでのドライブというのはちょっと癖があるので注意が必要です。特にフォアクロスでやっている場合、相手のドライブがこちらのフォア側に曲がって沈む、そういう弾道になりやすいです。なので打たれても慌ててラケットを出していかずに、しっかりと弾道を見極めてボールの落下点のところにしっかり足を運ぶ、そういうところがポイントです。